ショットとは、イスラエルが改造した、イギリス製戦チュリオンに対して付けられる戦車の名称である。中東の砂漠地帯における円滑な運用と、戦闘能力の強化を目的に、大幅な改修が行われている。ショットは、ヘブライ語で、無知、天罰を意味するが、直接の由来は、ナホム書の次の一節に由来する。無知の音、車輪の響き、かける馬。 飛び走る戦車。ナホム書第3章、第2節イスラエルの初代首相にちなんで、ベングリオンと呼ばれることがあるが、これは、西側メディアがつけた呼び方であり、IDF 内部では、ショットが正式な故障である。建国直後のイスラエル国防軍は、第二次世界大戦の終結に伴い西側諸国で、余剰化した、M4 シャーマンのスクラップを、 収集再生して、戦力としており、その後もフランス製の AMX-13、軽戦車を直接導入したり、手を AMX-13 用の61、後継 CN-75 から 50-75mm、高所速砲、AMX-30 用の CN-105、F1-105mm 戦車砲を単方進化した、ものにそれぞれ乾燥した M50。 M51 スーパーシャーマンなどを製造することで蓄次気候戦力の近代化を図って第一次中東戦争や第二次中東戦争を戦っていた。しかし、M4 シャーマンの火力強化はもはや限界に達した。上に、装甲防御力は第二次大戦の頃からその不足を指摘されていたが、重量上の問題から増加装甲の装着も、 ままならず、人的資源の量において圧倒的に、アラブ諸国に劣るイスラエルにとっては、望ましい状態ではなかった。周辺のアラブ諸国は、シリアやエジプトの T-54 中戦車や T-55 中戦車イズ -30 戦車ヨルダンの M47 パットン、M48 パットン、センチュリオン中戦車のように、ソ連やアメリカなどから次々に、 新型戦車を導入しており、いずれ M4 シャーマンの回収戦車程度では、対抗し得なくなるのは目に見えていた。そこで、イスラエル国防軍はアメリカから M48A1、A2 を導入するとともに、1963年に、イギリスとの間に、新型主力戦車、チーフテンの開発に協力しそれをもとにした。 新型戦車を購入する契約を交わす代償として、イギリス陸軍で余剰化したセンチュリオンを導入し、その後も、イギリスやオランダなどの欧州各国から、チーフテンやレオパルト1などへの更新で余剰化した、中古センチュリオンを大量導入、最終的に保有数は1000両以上に達した。イスラエルが、初めて導入した、戦後第一世代戦車として、 大いに期待したセンチュリオンであったが、ご覧高原におけるシリアとの小競り合いで実戦に投入してみると、欧州での作戦行動を前提に設計されたセンチュリオンは中東での運用に各種の致命的な欠陥があることが判明した。このように、イスラエル軍の戦闘協議や中東の運用には不適格なセンチュリオンであったが、すでに多数を買い取っていた上に、 資金不足のイスラエルにはセンチュリオンの運用を継続する以外に選択の余地はなかった。幸いにもセンチュリオンは設計に際して将来の近代化改修に対応可能なように大きな余裕を持って設計されていたためイスラエル気候部隊の父と呼ばれ後にメルカバ開発に参加するイスラエルタル将軍はセンチュリオンに各種の近代化改修を行うことで対処することに した。ショットの回収で手始めに行われたのは、手法を従来の20ポンド砲から新型の l 7 0 5ト、mm、ル戦車砲に換装することであった。この戦車砲はもとセンチュリオン用の新型砲として開発されたため、ショットの砲塔にもそのまま搭載可能であった。20ポンド砲とは異なり、遠距離でも極端な散布界の拡大がなく、 t-54、55は愚か、t-62 が相手でも十分な装甲貫徹能力と破壊力等を持っていたため、乾燥は急ピッチで進められた。しかし、初陣となった1964年11月のウォーターオーでは丘の上に陣取ったフォ号戦車に対し砲撃した89発全てが命中しなかった。もともとショットに、 不信感を抱いていた上院は 105mm 砲に欠陥があると主張してはばからなかったが、実際は砲炎による視界不良で目標を明確に視認できていなかったのが原因だった。この後、気候軍団の司令官に樽将軍が就任し、信頼性の問題も搭乗員や整備員の徹底的な訓練を行うことで、とりあえず解決。 ショットは L705mm 戦車砲の火力を生かして1967年の第三次中東戦争において M50、M51 スーパーシャーマンや M48 パットンと共に大活躍した。この戦争によりイスラエルはゴラン高原やヨルダン川西岸地区、ガザ地区、市内半島を占領する大戦火を挙げたが外交的には 不利な立場に立たされ、アラブ諸国はイスラエルに武器を供給する国への石油輸出を差し止める石油戦略を発動することで、イスラエルの兵器供給を断つことによる軍事的弱体化を格索し始めた。まず、フランスが1967年に対イスラエル武器禁輸を決定し、イギリスも1969年にイスラエルへの武器禁輸を決定したため、 チーフテンの販売契約は保護にされ、イスラエルの手に渡った。チーフテンは、たったの2両に止まり、とても戦力として運用できる状態ではなかった。このため、イスラエルは、チーフテンと同じ重装甲、防御力重視の国産戦車メルカバの開発に着手し、その量産体制が整うまでの間の戦力を維持するために、アメリカから M48、m 6ットンを、 追加導入したり露飼した T-54、55をチラン4、5に回収したりするとともに既存の M48 やショットのさらなる回収を行うこととなった。今度はこれまで問題とされてきた機関部を中心に回収が行われオリジナルのイギリス製ロールスロイスミリティアガソリンエンジンを M60 パットンと同じアメリカ製 コンチネンタルアブズマイナス千七百九十からツーエディーゼルエンジンに変速機もアメリカ製のアリソン c d 八百五十から六に乾燥することで砂漠地帯における機械的信頼性と整備性、さらには操縦性が飛躍的に向上した。このエンジンを乾燥されたショットは車体後部上面のエンジンルーバーが m 六十のそれに近い形状になっているほかフェンダー状に 同型のエアフィルターが搭載され、変速機の大型化と燃料タンクの追加により、車体後部が拡張された。その後も新型の射撃管制装置や砲、安定装置を搭載し、キューポラもマガフのそれと同様にハッチを少し開けた状態で固定することで社長が頭部を車外にさらすこと、なく、外部を視認できる機構を有するタイプに、 完走するなどの改良を絶え間なく、受け続けた。1973年の第四次中東戦争において、マガフは主に、市内半島におけるエジプトとの戦闘に投入され、エジプト軍風評部隊の QM14 魔流とか、対戦車ミサイルや RPG-7 によって、砲塔旋回装置の作動油に引火して炎上し、多数の損失を被ったが、ショットは、 砲塔左右両側面部の造具箱やサイドスカートが中空走行の役割を果たしたことや各区画に隔壁を設けて被害拡大を防ぐなどの生存性の高い基本、設計とにより損害は比較的軽微なものにとどまった。この戦訓は後にマガフ戦車シリーズの改良に生かされている。ショットは主にゴラン高原におけるシリアとの戦闘において シリア軍の T-54、55や T-62 と交戦し、両軍の戦車の墓場となった、涙の谷と呼ばれる戦場を残した。これによって、ショットは導入当初の、信頼性が低く使い勝手の悪い役立たずという、イスラエル軍における汚名を完全に払拭し、センチュリオン自体が、傑作戦車と評価される石となった。ショットを改造した。 国産戦車のプロトタイプ1970年代にイスラエルはタル将軍を中心に悲願の国産戦車の開発に着手した。当然ながらその設計はショットを手本に行われることとなり最初のプロトタイプはショットを改造して製作された。中空走行を兼ねた収納スペースやサイドスカート。 ホルストマンサスペンションなどを踏襲し、そこにエンジンの前方配置など独自の工夫を加えて国産戦車メルカバが完成した。メルカバの登場により主力戦車の地位を譲ったものの、ショットはヒート弾対策としてマガフと同様に新開発のブレーザー爆発反応装甲を砲塔と車体に装着し、スモークディスチャージャーも砲塔に装備された。 主砲棒立て上部のサーチライト用マウントに遠隔操作式の 12.7mmM20 機関銃を装備するとともに、砲塔上部の社長用キューポラと装填手用ハッチに一丁ずつの 7.62mmFN マグ機関銃と、砲塔右側面部に 60mm 迫撃砲を搭載して対人戦闘力を強化し、二度のレバノン内戦への介入に参加した。 この作戦を最後に、ショットは現役を退き予備役戦車の地位もマガフに譲っているが、対戦車兵器や地雷への防御力が高い点などを買われ、砲塔を撤去した上で、ナグマショット、ナグマホン、ナクパドン装甲兵員輸送車やプーマ戦闘工兵車などに回収されて、未だに第一戦で運用が続けられており、2006年のレバノン侵攻に投入された。 MAR-290 ナグマショット走行兵に輸送車ナグマホンナグマホンドッグハウススラットアーマー装備型ナクパドンプーマ戦闘後兵車。ありがとうございます